何言ってるんだよ。私を舐めるんじゃないよ。よくそんなことが言えるね。え？コックだなんて大きな顔しないでもらいたいね。このニーニーの目は節穴じゃないんだよ。お前さんみたいなのがコックならどんなバカにだって料理はできるよ。教官見て首だ。出ておき。女だと思って舐めたこと言って承知したいからね。いいね。お前さんは首なんだから二度とこの店でうろうろするんじゃないよ。え？わかったね。さあさあ早いとこ出ておき。早く。出ていくんだよ。もうやめたの？いやいや、パリへ電話するよう思い出したもんで忘れないうちにかけようと思ってね。あ、そうだったの。電話ならそこよ。うん、長距離のかけ方分かってるでしょ。交換を呼び出しゃいいんだろ。私がかけてあげるわ。大したことはなかったよね。イタリア外交官の車だ。最近はね、ここも開けたのよ。イタリア大使館の別荘もあるんだから。うん、この分じゃのんびり静養もできんな。サツがホテルを囲んだ。あんたを捕まえに来たんじゃないのよ。例の人殺し一味を探してるんだから心配することないわ。バタバタしてダメよ。しかし見つかれば無所行きだ。さあ来て。ギターを逃がしたね。野の字だよ。なんでもないもん捕まえてさ。あと何言ってる。私が喋りまくって何が悪いのさ。この私が何をしたって言うのよ。え？私は自由のために戦ったわ。祖国のために。あんたたちのようなね、おバカさんのためじゃないわよ。あんたのホテルには変な客が集まる。似合いの客だよ。今さら気取ったり隠したりはね、しやしないよ。友達を裏切ることもしない。それがわかるかい？あのホテルの女主人はあんたがお尋ね者だって知ってたのか？もちろん知るわけがない。いつまで置いとくのよ。触らないで。いいこと？私にも覚悟があるわ。もう動かないからね。おい、起こしてね。返してもいい。弁護士のとこ行ってあげるわ。今度は勘弁しないからな。帰っていい。預かったもの返すわ。あんたが持っててくれ。差し当たって金はいらない。女房も子供もいないんだ。小柱も火事もなくなった船はもう船じゃない。クズと同じだ。船は修理できるのに人間はダメなの？そんなことないわ。あんたはしっかり者だ。わしはもうこれ以上あんたに迷惑をかけたくない。景色を眺めたり時々来てくれる友達と話すのが楽しみなの。苦しかった頃お腹が空いて愛し合うのも気が引けたわ。愛してるなんて言ったことなかったもん。自尊心が強くてバカな女なのよ。